こんにちは、渡辺です。今回はパナソニックのコンパクトデジタルカメラ LUMIX LX9 という機種を購入してみました。一応外箱がこちらですね。まあ、届いてみて、まあ、外箱から小さいなと思いました。で、本体が、こういった形になってます。まあ、コンデジなので、まあ、やはりかなり小さいですね。こんな感じですね。今までパナソニックのカメラを使ったことがあるなら、まあ、大体同じような使い方で使えますので、まあ、かなり使いやすいかと思います。で、まあ、最大の特徴と言えるのが、まあ、やっぱりこの F1.4 のライカのレンズですね。コンデジなのにすごい綺麗にボケ目を生かした撮影ができるんですね。で、何枚か作例をお見せしますと、まあ、このような形です。あと、こちらのコンデジは 4K 撮影にも対応してますので、4K で動画を撮ることもできるということになります。だいたい他社のコンデジとかは、明るさ F1.8 からのスタートっていうのが多いんですけども、このパナソニックの場合は F1.4 ということなんですが、一応注意点としては、高角端でないと F1.4 は出ないというところですね。ちょっとズームをすると F2.8 になってしまいますので、ズームを必要とする場合は、まあ、そこまでの明るさは出せないということです。暗所の撮影でも F1.4 の明るさなんで十分綺麗に撮れます。まあ、夜で外が暗い時に撮影したいという時も、まあ、これで全然撮影することができます。で、電源をつけると、まあ、こうやってレンズが出てきて、で、ズームをするとちょっと伸びるような感じですね。広角側だと 24mm からなので、まあ、非常に広く撮れるというのがあります。なので風景と自分を一緒に撮りたい時とか、まあ、こういう感じで風景と合わせて自分を一緒に撮れるというところですね。価格帯としてはコンデジにしてはちょっと高い、まあ、大体8万円ぐらいなんですけども、おそらくこれのライバル機になるのはソニーの RX100M5 とかそのあたりになるんですけど、ソニーのコンデジよりは3万円ぐらいは安いので、まあ、高級コンデジとしては比較的安いっていうところはメリットですね。あと画素数は2010万画素ということで、まあ、そこそこっていうぐらいですね。あとタッチパネルの方も対応しているので、ピントを合わせたい場所にタッチしてピントを合わせるっていうふうに使っていくこともできます。まあ、このサイズのカメラとしては、まあ、かなり画質もいいですしボケにも、あります。まあ、ただポートレートとか人物を撮影するときに、まあ、あまりボケ目を期待してしまうと、まあ、ちょっとそこまでのボケはないというところです。まあ、F1.4 という明るさはありますけど、まあ、一眼センサーなので、さすがに、まあ、一眼とかその、まあ、フルサイズとかマイクロフォーサーとか APS-C の一眼と比べると、まあ、ボケ目はだいぶ落ちてしまいます。なので、まあ、背景もしっかりと写して、まあ、被写体も綺麗に写したいとか、あとは風景写真を手軽に撮りたいとか、あと旅行に行って、まあ、手軽に自撮りをして、記念写真を撮っておきたいとか、そういった時は、まあ、こちらあると非常にいいかなと思います。まあ、カメラが好きな方だったら、フルサイズの一眼を一つ持っておいて、あとこれをサブ機として持っておくぐらいがちょうどいいんじゃないかなと思います。あとボケ目についてはそこまで気にしないよっていう方については、まあ、これだけ持っていても十分かなと思いました。本日は以上になります。